皆さんこんにちは、エルザです。今回もグロムリ長期短続きやっていきたいと思います。さあね、いろいろとね進んだわけだけど、まあ無事東京には行けそうっていう感じかな。静香さんはね、計画が明るみに出てしまい、夫はダブリ殺しにされました。これも全ての報いなのでしょう。村中に邪教がはびこっています。彼らの非道な所業は真に天道の日ではありませんと。その証拠を墓に入れて店に残します。いつかこれを手にした方が真実を世に知らしめてくれることを願っていますと。おじかが言ってた新しい神と関係があるのかな。邪教ね。新しい神か。でも狐が出てきたんだったらキュービね、白蛇もいそうなんだよな。それ系統で言うとね。井原さん、それとハトちゃんも本当にありがとうね。あなたたちがいなければきっと永遠にこの山国に閉じ込められていたわ。この恩は一生忘れない。私も玉崎さんの自由を追求し続けるという決意を一生忘れません。ますます木原さんのことを好きになっちゃったわ。それじゃ約束通り天気網をあげるわね。しまった、雨水を入れる容器のこと忘れてた。容器なんていらないわ。目薬のボトルで十分よ。ほら、ちょうど私が持ってる。実はね、天気雨っていうのは普通の雨水と狐の涙が混ざり合ったものなの。あー、そういうことか。結婚式でそのまあ悲しいとか嬉しいとかいろんな感情あるけど、それで涙するから混ざったものっていうことなんだ。だから読み入りの時だけ流れるわけだね。いつもは泣いたりしないんだけど、木原さんは私を助けるために力を尽くしてくれた。だから私も頑張るわね。よし、これでいいわ。延期網を手に入れた。ありがとうございます、玉崎さん。きっと英子様も喜んでくれます。あなたたち2年後から来たのよね。英子様はお元気なのかしら。はい、よかった。最近狐たちの噂で英子様を信仰する人間がますます減ってるって聞いたから。玉崎さん、英子様のことなら心配いりません。きっと玉崎さんが自分の目標に専念することを願っていると思います。どうか振り向かないでください。帰ったら英子様によろしく伝えてちょうだいね。そろそろ行かなくちゃ。玉崎さん、これ忘れ物です。その出時計は役に立つだろうから、あなたが持ってて。随分使い古されてますし、ずっとつけてたんですよね。大切なものなんじゃ。ええ、15歳の誕生日に英子様からいただいたものなの。それなら大切にしなきゃ。いつでも英子様と一緒にいられますよ。江原さん、本当にありがとう。人生で英子様とあんたに出会えたことはこの上ない幸せだわ。すごく名残惜しいけど、きっとまた会えるわね。はい、玉崎さん、また。世間の目やしがらみを捨て、玉崎さんは汽車に向かってゆっくりと歩き始めた。つい昨日まで、私は他の学生たちと同じように空っぽの教室に座り、退屈な宿題と戦っていた。それが突然自由を追い求める狐の手伝いをしたり、命を脅かすほどの危険から逃れたり、駅の床に穴を開けたり、何もかもが想像もしなかったことばかりだ。真っ暗な森の奥に何が待っているのか私は知らない。それでもより確かな足取りで私はまた一歩踏み出したのだった。いやー、まあ、ちょっとアイテム見てみよっかね。結構溜まってきたね。駄菓子屋の鍵もね、ちょっと開けたいよね。飛んだ、未来に飛んだ先でね。天気雨。謎の告発文。告発文ね。店に残しますが、店に行かないといけないんだよね。やっぱね。セーブだけしとこう。よし、行こう。あれ、ちょっと待った。あれ、俺どうやって
どうやってどうやってまさか。それじゃあ戻ろう。やっと戻ってきた。早くあの小鹿のところ行きましょう。うん。ああ、ダメか。先に見たいなと思ったけど。ほら、持ってきたよ。持ってきたよ。え、本当なのか。これ少ないけど多分大丈夫だと思う。どうやってこれを？話すと長くなるけど、簡単に説明すると、キツネの嫁入りの現場に行って、まあいろいろあったの。じゃあキツネが結婚式から逃げ出したのも見たんだな。知ってたんだ。玉崎一族がキツネたちを大勢派遣して探し回ってたけど、結局玉崎さんは見つからなかったみたいだ。それに男か女かもわからない黒ずくめのやつが玉崎さんを連れて行ったのを見たって妖怪もいるんだ。ふふふ。まあ、介入してるからってことか。とにかく、天気網が手に入ったのは奇跡だよ。でも、おいら、あんたちに言わなきゃいけないことがあるんだ。黒森町へ行くには、この橋を渡るしかない。他の道なんて本当はないんだ。ごめんよ。まさか、本当に天気網を持ってくるなんて思っていなくて。嘘ついてたんだ。本当に悪かったよ。まあ、天気網はもう手に入れちゃったし、別に攻めるつもりはないわ。本当にありがとう、人間。人間ね。人間って呼び方、なんか変よね。私は木原よ。そうですか、木原様。あなたの懐の深さは、優しさは、それはもう、英子様の10分の1に及ぶほどです。英子様すげえんだな。こんなに人間を褒めたことなんて一度もないよ。これを木の根元に垂らせばいいの？うん。じゃあ、垂らしますか。生前か。玉前の花を、玉先の花を見てからもう3年か。玉先の花は綺麗なだけじゃなくて、ほのかに光るんだ。その光がこの切ると、暗闇を払ってくれる。神の力を失った英子様は、毎日この木の前で、大丈夫か、玉先って話しかけていた。はあ。なんか、あれなのかな？やっぱ関係あったのかな？きっと玉崎がもう一度花を咲かせるのを願っていたんだ。あ、ごめんよ。英子様のことになるとつい夢中になっちゃって。それじゃあ、天気網を垂らすね。うん、ワクワク。お、咲いた。これが玉前の、玉崎の花か。え？やっぱり手遅れだったのか。天気網の量が少なすぎたんじゃ。いや、これでもダメってことは、英子様はもう。ごめんなさい。本当は前から分かってたんだ。みんなが言うんだ、英子様はもう死んじゃったんだって。でもそんなの信じたくなかった。きっといつもみたいに眠ってるだけなんだろうだって思い込もうとしてた。英子様、せめてこの最後の花をあなたに捧げます。英子様、あなたが大好きな玉咲の花ですよ。玉咲の花が光ってる。玉咲の花だ。英子様の体が玉咲の花でいっぱいに。英子様、見ていらっしゃいますか。あなたの大好きな玉咲の花がこんなに咲いて。きっと見てるわ。私はそう信じてる。うん。何か聞こえる。
A 子様の声だ。 A 子様がお話になっている。穏やかな春風の中、 A 子様の亡骸が静かにささやく。我が屍を越え、何時は自衛の道を進むがよい。白き惚れ綱なる罪道へで行く人の過ぎし後には花ず咲きける。これで屍階段が終わりと。あー、これでまあまあ一旦ってこと。あ、こっちも咲いてるじゃん。あー、私のこともねってウサギの尻尾ね。まあでもそうだね、これで解決したけどまだ謎が残ってるからそれ回収したいね。あっち行けなくなってる、気になるな。ウサギさんウサギの尻尾みたいなやつね。黒森ちゃん、そっちじゃないわよ。駅で見つけた手紙のことが少し気になって、鹿島村に邪教がはびこっていた証拠が駄菓子屋に隠されてるんじゃないかなって。そんなんどうだっていいじゃない、黒森町はもう目の前よ。それに玉崎さんも言ったでしょ、鹿島村の過去は首をつかまない方がいいって。いやー、突っ込みたいですね。小林川先生もおっしゃっているわ。たとえ取るに足らない事柄であっても、それらは全て時代や社会の革新であるって。この村の真実を突き止めることが黒森町劇場の謎を解くために役立つかもしれない。それはそうだけど、それにごめんなさい、実は個人的な理由もあって。あれこれ考えるくらいなら話しちゃった方がいいわね。うん、実は私8歳になるまで家族と黒森町に住んでいたの。8歳の時母と一緒に交通事故に遭って、私だけは生き残った。その事故の後から8歳より前のことが思い出せなくなったの。それ以前のことを思い出そうとすると、毎回頭に浮かぶのは果てしなく広がる黒い森だけ。事故のことや母さんの顔すら、まるでその森の中に閉じ込められてしまったみたいに。そのことがずっと心に引っかかっていたの。いつか答えを探しにここへ訪れる日が来るとは分かっていたけど、それが今日になると思わなかった。ここに来た以上、長年抱えてきた問題は何とか解決したいの。そしてその疑問を解く鍵が黒森町と鹿島村の過去にあるのは間違いないと思う。金谷さんが黒森町へ急ぎたい気持ちもわかる。もし鹿島村に戻りたくないなら、木原ちゃんのやりたいことなら私も全力で協力するわよ。おう、急に。まあ、なんだかんだ。仲いいよね。やだな、最後裏切られたら嫌だな。あ、どう思う？また来やがったのか、おかしな。なんだかますます見覚えがあるような気がするぞ。気のせいでしょ。そうだ、誰かと話したいなら村の出口にある橋のあたりがすごく活気づいてるわよ。本当か？おっといけねえ、今度は騙されないからな。ならいいわ、抱えて連れて行ってあげようと思ったんだけど。気遣いは無用だぜ、自分で行けるからな。え、自分で行ける？マジで妖怪じゃん。あ、しかもね、あのね、これイベントだった隠し要素だった。開けましょう。鍵壊れたって。裏、あの手紙には証拠は箱に入れたって書いてあった。まずその箱を探しましょう。黒い箱。箱ね。もしかしたらあれかな、静香ちゃんがいたところかな。さすがにスイカも落ちてない。メイクボックスのポスターか。剥がす。あったグレートダナが現れた。鍵がかかっていて開けることはできない。インコの鍵ってことか。え、鍵どこ？
お？やめい。やめい、そういうの。やめろ。地味にびっくりするから。やめろ。腐った魚が落ちてる。確か松山さんの奥さんは川に身投げして自殺したんだよね。部屋中に漂う魚の匂い、それにどこからか水の滴る音まで。魚の中に何か入ってるみたい。嫌よね、やっぱそんな感じだよね。いやー、魚の腹綿が。落ち着いて。どうしてそんなに慣れてるのよ。家じゃ料理もするから魚の下処理は得意よ。さすが木原ちゃんね。でもやっぱり気持ち悪い。音で気持ち悪いもんな。はいはい、じっとしてて。血がついても知らないよ。いやー、気をつけてちょうだい。一枚のメモが出てきた。魚の腹メモ。はい。放水は農作物を驚くほどの速さで成長させる不思議な水なんです。私は箱の鍵をこの放水に溶かし、ある作物に与えました。鍵はその作物の中にあるってこと。ってことは本当にこのスイカなんじゃない。だから人間の栄養かと思ったら放水なんだ。とにかく中を確認してみましょう。スイカを割ると真っ赤な果肉が顔を覗かせる。果肉の中に真新しい銅の鍵を見つけた。きっとこれが戸棚の鍵ね。一体どうやってスイカの中に。スイカの中に隠したんじゃないかしら。あ、スイカの花か。ああ、そしたらスイカが実った時、鍵は果肉の中にあるはずよ。戦時中、前線行く鹿島村の男たちが機密情報を伝えるためによく使った方法らしいわ。とにかくこれで戸棚を開けてみよう。やっぱ詳しいよね。鹿島村の過去、その名を口にはしてにならない神、邪教。全ての真相が目の前に、たった一枚の扉を隔てたその向こうにある。でもまだ足りない。もっと知りたい。事故より前の記憶、母の死、父が黒森町を離れた理由。ゆっくりと深呼吸し、心を落ち着ける。どうしたの？手紙がたくさん入ってる。でも、落ちてしまっていて、何が書いてあるのか全然読めない。火を落とさないで、黒森町にも手がかりがあるかもしれないわ。うん。目の前にあったはずの真相は一瞬にして消え去った。鹿島村の秘密は手紙の文字とともに再び黒い森の奥へと沈んでしまったのだ。じゃあ結局はってことか。釣ってたな。やめろ、そういうのやめろ。あー、なるほどね。あとはこれは部屋の鍵だね。告発文と、そうね、メモ。なんかこれでまあ一旦今できることは終わりって感じか。よし、行こう。鹿島村を離れとした時、早子が突然声が聞こえた。無数のおぞましい叫び声が。お前のせいだ。ってことは、まあ結果的に逃がすことになったけど、その狐の嫁入りの件が関係してるってことだよね。あれ、意外とあれか、狐の一族が関わってるか。だからほら、なんかさ、よくわかんないのにね、納品してるっていうかさ、妻っていうか女性を
生贄にしてるみたいな話になってたけどさ、あれをしなかったことによって狐の村っていうか狐がまず絶やされてみたいな感じなのかもしれないね。狐一族見ないもんね。じゃあ行こっか。ここが黒森町かな。ダム建設のため鹿島村は来年末まで立ち退きとなります。住民の皆様は近づかないようにしてください。1997年8月。相変わらず暗いね。通行禁止。あ、ちょっと都会。コンビニだ。あ、でも入れないよ。閉まってる。ビド屋も止まってる。居酒屋開いてるけど、お酒は二十歳になってからにしないとね。いや、そういうことではないと思うんや、今は。今はそういうことじゃないと思う。とりあえず入れるなら入っといた方が逃げれることない？あ、この子が玉崎さんが言ってたアパートか。バスケットコートの隣って言ったもんね。うわー、ちょっと待った。右側それやばくね？現在、崩落の危険があります。近づかないでください。やーばー。お札やったような気がしたけど。とりあえず、ここしか行けなさそうだし。左側誰か入ってるね。ポストやチラシは埃まみれ、手紙がいっぱいになっている。私宛ての手紙も何通かある。玉崎さんからね。なんか書いてある？浜崎さん、東京で元気にやってるみたい。遊びに来てって招待してくれてる。もちろん食事と宿泊付きよね。できれば旅費も負担してもらいたいわ。2冊も本出してるなら原稿料も結構もらってるでしょ。木原ちゃん、気が重くなる話はやめてください。売れなかったってことやな。ポストに鍵穴がある。玉崎さんがくれた鍵が合うみたい。まさか玉崎さんが言ってた家のこの家ってこのポストのことなんじゃ。嘘だよ、まさか。あー、でもそういうことか。術ってことか。はいはいはい。玉崎さんが話した部屋があんな小さなポストの中にあったなんて。人間界に住みたがる妖怪もいるらしいけど、やっぱり人との接触は怖いのね。彼らはよくこういう目立たない場所にある結界を張るの。他にも机と壁の隙間や絵画の押し入れの中とかね。はあ。到底人が住めそうなない場所なんだけど、実は別世界ってわけ。そうなんだ。あら、こたつがあるじゃない。これで予約原稿書けるわ。こたつは最高だね。あ、元に戻った。好きな時に人間の姿に戻れるの？うん、私、体が弱いから動き回る時は鳩になった方が少し楽なの。どうしたの？ずっと気になってたんだけど、桐谷さんと出会ったのって、私が無意識に念写して1995年に戻った後よね。まさか3年前からずっとあの駅にいたの？木原ちゃん、今日の目の前にいる私は、その時見た私と同じよ。私とあなたずっと同じ時空にいた。私たちは同じ呪いと運命を背負い、そして念写が私たちの運命を交差させた。ということは、念写も呪いに関係してるってこと？そうかもしれない。とにかく、黒森町劇場で呪いを解いたとき、すべての疑問が解けるわ。おしゃべりしてる暇はないわ。今のうち、原稿を書かなくちゃ。うん、どうぞごゆっくり。私もいろいろ調べてみる。そっか。呪いって言ってたけど、体が弱かっただけか。ちょっと、青い炎、まあまあまあ、キュービーっぽい気はするけど。念写の法則について整理してみたわ。何かわからないことあったらこれを読んでね。念写の法則。まあ、電気製品だよね。はい。正常に動作していなければいけない。まあ、電気製品なら何でもいいってことよね。
あ、自動的に電車が発動。これがあれだよね。行き帰りだよね。不安さがね、当時存在した場所へ移動することができると。使用者が過去へ及ぼす変化は現在にも影響すると。他のものを連れていくことができると。効力に影響する。人数とかも影響あるみたいだね。電車は死という事実を変えることができない。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。死という、あ、これ、やらしいね。だから、これ絶対母親出てくるでしょ。でもさ、最後のやつだけ、赤ってちょっとおかしくない？あそこだけなんか強調してるのがさ、ちょっとおかしいよね。あ、あった。毒事件によって数十人が死亡と、はい。死に点取り犯行であることが確認された。黒森町135列車で毒ガス事件が発生。生存者によると死に天堂の信者と思わしき2人が走行時の列車内で特製毒ガスを装置を相次いで起動したとのこと。でも思わしき2人がだから、お、この2人とは限らないんだね。なの罪をかぶせたっていう可能性も高いよね。当日は雨、毒ガスの襲撃を受けた日は当日は雨と。はいはい。一人新天井者が劇場の屋上から毒ガスを放出。雨に溶けた有毒ガスが周囲の歩行者に降り注いだ。4人がその場で死亡、数十人が重傷を負った。かつの毒ガス事件が新天堂の熱狂的信者によって計画及び実行されたことを明らかにした。現在ほとんどの信者が逮捕されているが、一部の信者は行方不明となった。新たな毒ガス攻撃を防ぐため、餌座すでにパトロール強化しており、住民に対して速やかに毒ガス対策ハンドブックを受け取り、不審者を発見した場合、すぐその場から離れ通報するように警告した。黒森町で死に天堂の活動がますます活発になっていることと、黒森町の衰退には密接な関係があると指摘している。ああ、じゃあ、まあほとんどの人がってことよね。村で起きてたって話か。1995年か。ゲームがある。64だよね。この形は64だよね。まあ1990何年代だから、そっか、そういうことか。だいたいそれぐらいの時期だもんね。まだ冬じゃないのにすごく寒い。この部屋の中はずっと96年2月のままってこと？あー、サイドテーブルにはミステリー小説が数冊置いてある。外の景色は狐の森とそっくり。この空間はあの場所とつながってるのかな。あー、カシバブランであったあれか、風鈴か。じゃあまあこんなところかな今回はね。とりあえずね、なんかやり込み的なのもちょっとやったけど、なんだろうな、出ますよ、出ますよって時に出てくるとちょっと嫌だね。あれ嫌だな。単純に嫌。はい。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだいろんなゲームの動画とか解説、攻略なども随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。